それではやってまいりました。いよいよ優勝のかかった一番を迎えます。九州場所、ご注目ください。高安、さて東から高安、西から阿炎の対戦です。繰り返しお伝えしていますが、高安が勝てば初優勝が決まります。阿炎が勝てば決定戦です。ここまで、何度も優勝まであと一歩という経験はしてきました高安です。そして大関も務めたことがあります。15場所大関を務めましたが、そこから陥落いたしました。怪我もあったり、それからコロナウイルスに感染したりといろいろありましたよね。はい、よくね、そのためにね、復活してきましたからね。はい、共に3勝すでに決定しています。高安が殊勲賞4度目、そして阿炎が敢闘賞4度目です。阿炎の方も2年前ですかね、相撲協会のガイドライン違反がありまして出場停止処分、3場所出場停止処分がありまして番付を下げていましたが、また復活してきましたね。復活してきてからの方がいい相撲ですよね。そうですか。いい相撲取るようになりましたね。それまではこの自分この、大きい体を生かしたこう引いたり、手先でこう取る相撲のことを言うんですけど、そういう相撲が多かったんですね、ごまかしながら、それ楽なんですよ。でもね、このまた復活してから前に出ていく相撲になったりとか、いいんですよね。それもね、この白星につながってるんじゃないですかね。今年は3月には関脇まで昇進した阿炎です。さてコメント欄もかなりにぎわってまいりました。まずは三賞受賞おめでとうという喜びの声。高安悲願の優勝、これは緊張顔の高安。阿炎ちゃん高安なんかひっくり返せ。対戦成績はという質問が来ていますが、過去は4対4で全く五分なんですね。高安は、こう見すぎるのは良くないと思うんですよね。阿炎としてはこう 手足が長いので、もう来ないなと思った瞬間にもう一気に、突き押しできたりしますし、そういうふうに思っていると突いたふりして引いたりね、こういうのうまいですから、高安としてはやはり踏み込んでからの攻めだと思うんですよ。阿炎は最初から何かやるとちょっとね、阿炎のこの最近の動きはね、前に出ることによっての動きですからね、いい動きができるんでね、これもね、立ち合いよく両力士見ていくという立ち合いだと思うんですけどね。さてこんなコメントもありますね。阿炎の引きに注意やでと書いてますが、阿炎の引きどうでしょう。ありそうです。うまいですね。大きくこう引くだけじゃなくてね、相手の手に体重をかけながらのこうね、合気道のようなね、こう引きをされますんでね。で懐、背が大きいんでね、この懐がね広いので逃げやすいんですよね、左右にね。確かにそうですね。この長い手足です。いやでも本当に幕下まで番付を下げていましたけども、よくここまで復活してきました阿炎です。今場所は回しも若から黒に変えました。さあ高安がね、右からかち上げで当たれるかですね。さてコメント欄、高安リアル熊になれ、阿炎炎、やばいドキドキしてきた、阿炎根性を見せて、どっち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 と書いてる方もいらっしゃいますが、いやもう本当に同じ気持ちです。さて木村翔太郎、軍配を返しています。阿炎勝てば決勝、失礼、決定戦、そして高安勝てば初優勝が決まります。さあ立ち合い、もろ手、阿炎突っ張ります。高安押し返す、押し相撲、土俵際阿炎回り込む、もう一度のど輪、押し返す、おっと、逃した阿炎の突っ張り、突っ張り、出ていく、出ていく、押し倒し、決定戦、決定戦に流れ込みます。最後は豪快な押し倒し、土俵の下に転落、高安本割で優勝を決めることはできませんでした。
押し続けました阿炎です。はい、バトルいきましょうかね。はい、はい、激しい相撲でした。はい、スタートしてください。まあ、両力士ね、怖がらず高橋も踏み込んでましたよね。はい、ただ阿炎のね、このもろ手突きのね、この右のど輪が良かったですね。はい、それでこう距離を開けて、この突っ張りです、うん、もう絶対に引かないというね、うん、突っ張りを見せてですね、はい、ここまで土俵際をね、高安に持っていったんですけども、残られましたね。これですよね、うん、はい、得意の阿炎のね、分かっているので高安も見てますよね、はい、見てこの土俵際のね、かからないようにこう構えたんですけど、その構えることによって少しずつ状態が上がってきてしまってるんですよ。構えることによって少しずつ状態が上がってきてしまってるんですよね、うん、これね、ここも出れないですよね。無理に出れば阿炎のね、引き落としにかかってしまうんですけど、はい、ここで足が揃いましたよね、うん、あとはもう一気に阿炎はもうここで負けてもいいぐらいの思いで出てきてると思うんですよ、はい、終始最後もね、右ののど輪が効いてましたよね、今日はね、うん、攻め続けました。はい、ありがとうございました。いやー、攻め続けた阿炎の相撲、高安の表情、そしてこちら勝った阿炎の表情です。まあ、でも高安も怖がらずにね、いい相撲を取ってましたよ、はい、ただこれね、終わりじゃないです、はい、これ決定戦まであるんでね、心を入れ替えて。そうですね、うん、はい、いやー、これはしかしもつれました決定戦。そして今日は貴景勝もまだ相撲を残してますから、貴景勝が勝てばこれ三つどもえということになりますよね。三つどもえになるといつぶりですか、ね、その三つどもえになりそうなぐらいはありましたけどね、はい、はい、